将棋界のスター藤井聡太と丸山忠久の健康状態を比較してみたら、驚きの結果に。将棋。ファンなら誰もが知っている藤井聡太と丸山忠久。彼らは、将棋界のスターとして、多くの人々から愛されています。しかし、彼らの健康状態については、あまり知られていません。そこで、今回は、藤井聡太と丸山忠久の健康状態を比較してみました。まず、藤井聡太について。藤井聡太は現在18歳で、将棋界の最年少プロ棋士として有名です。彼は、非常に若くしてプロになったこともあり、健康状態について心配されることもあり、ましたが、実は、彼は、非常に健康的な生活を送っています。藤井聡太は、1日に、約8時間の睡眠をとっており、食事にも気を使っています。彼の食事は、バランスのいいもので、特に、野菜を多く摂取するように心がけています。また、彼は、定期的に運動もしており、ストレスをためないようにするために、マインドフルネスも実践しています。一方、丸山忠久については、彼は、将棋界では、ベテランの部類に入ります。彼は、将棋界に長年にわたって取り組んできたため、健康状態については少し心配される、こともありました。しかし、実は、彼も、藤井聡太と、同じように健康的な生活を送っています。丸山忠久は、1日に、約7時間の睡眠をとり、食事にも気を使っています。彼の食事は、藤井聡太と同じく、バランスのいいもので、野菜を多く摂取するように、心がけています。また、彼も、定期的に運動をしており、ストレスをためないようにしています。しかし、藤井聡太と丸山忠久の健康状態を比較してみると、一つだけ、大きな違いがあり、ました。それは、藤井聡太が、マインドフルネスを実践していることです。マインドフルネスは、ストレスをためないようにするために、非常に効果的な方法であり、藤井聡太がこれを実践していることで、彼の健康状態が非常にいいことが分かりました。つまり、将棋界のスターたちの健康状態を比較してみると、若い藤井聡太が健康的な生活を送り、マインドフルネスを実践することで、より健康的な状態を保っていることが分かりました。一方、ベテランの丸山忠久も、健康的な生活を送ることで、健康状態が良好であることが分かりました。将棋界のスターたちは、健康的な生活を送ることで、将来の活躍につなげていくことができるのです。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。